ヤッホーン。ただいま。めっちゃ踊ってるやん。元気？Oh one more time. Don't stop. Sun touch me too. あとあと。だご元気。カラカムリ。音でかい？もしかして。今日ライブ見てきた。東京そぎゃ寒くにあるけど、なんかこの新しい服着たくて、うん、無理した。ちょっと暑いね。明日誕生おめでとう、おめでとう、花かまないと。今日楽しかった、めっちゃ。今日早い、ちょっと早いか、いつもね。来るいいよね。しかもなんかこれちょっとね、丈短いっつったね、ここまでしかないっつったね。かわいいぞ。うん。見て、フランスで買ってきたハリボー。今日水だ、これレインボー伝え、これもう食いよった、うまい。味トロピカルって書いてあるけど、何の味かはよくわからん。だごうまい、これ鼻かめないか。うまいね、マジでグミ好きっすよ俺。ありがとう。仕事で辛いこと何があった、お仕事辛いこと多いよね、わかるべ。鼻かむりあると思った、ちょっとうるしゃね、ごめんしょ。一番好きな組、なんかこれ狙っとるとかじゃなくて、マジでアンパンマン組が一番うまいと思ってたね俺は。どうですか、この気持ちわかる？アンパンマン組ってマジでうまいっすね。バキバキ東京よ。そう、熊本の彼氏、東京在住ですので。そうです、そうなんです。そう、アンパンマン組はねマジでうまいっすね。オレンジ見つけたらマジテンション上がる。最近見らんね、なんかね。何区ですか、言うかバカ誰が。ユリーベションチ、ありがとう、ありがとうね、あ、ありがとう店長、ありよ。
分かる、なんか 4D グミみたいなやつも見やね、分かるかい。夜ご飯まだ食っとらん。おでん、おでん今年食ったっけ、まだ食っとらんと思うだ。だご元気かまっちゃん、イケメンだね、ありがとう。どこが好き顔の、ミッキーの組でたどう、マジで福岡で、何食った、明太茶漬け博多駅の空店のと、あとうなり食った、帰りマジギリギリで、あと何食ったっけ、あ、あれやん、なんか俺の、俺とかゴーチの同級生がおって、その子がなんか飯行こうみたいなのあったけん、みんなで行った。表情が好き、ありがとう。時差ボケ申しとらんやん、申しとらん、うん。白い冬ソング、あ、イリュージョン、イリュージョンね、新曲ね、お楽しみ。ムツオと場所一緒じゃん、なんかちょっと画角が違うけんじゃん。たくやくはい、氷、いや、バラードじゃんにはね、うん、早く聞きたい、あ、流そうか、てかここぐらいでしょ、直せんもんね。あ、待って、こっちに入れれんわ。どげんって入れたら、ちょっと待って、これどげんって入れたらいいと、最近追加した、これどうやって入れたらいいんだっけ、やり方わかんねえわ、やり方わかんねえ、やり方がわかんないんですけど、しかもこっちにしか入ってないよ今、残念でした。携帯にしか入ってないっすね、ほんまにそれ聞けるんで、お楽しみに。こんばんは、ライブ来とったね、福岡ね。かっけ、男の子、ありがとう。散らそうか、散らしとくね、ならどうせすぐ聞けるけ、そうだけど全国、そう、なんか全国って言ったらなんかもっと来てくださいみたいな来とったけど、そう、今回だけん熊本、福岡、大阪、名古屋、仙台でファイナル東京ツアー行きます。イリュージョン、君名はイリュージョン、君名がいるとっていう曲です。そう、ほら幻想もノイズをキャンセリングしたイリュージョン、一体ずっとどんな氷点下の温度も肌色に変える、トゥルトゥルトゥです。はい、もしかしたらいずれ TikTok でその曲の一部がたくさん流れる可能性がありますね。おにぎりのように、ね、リリベね、そう、なんかブラックアイス自体も今日久々の東京だったらしく、そう、俺もだけん東京は来週、そう、今月は次が熊本と福岡、赤田テラス瀬戸里楽しかった、あ、よかった、
またあのありがたいことにね、自分の曲はたくさん曲あるけんね、なんか最近ファンタジー最近やっとらんなとか思ったり、メンバー久々っただけん2週間ぶりとか、人によってはあ、ファニテルもだったらね、今日お母さん誕生日、お母さんおめでとう、ママおめでとう、楽しいですけど嬉しい。それだけなんか専門学、1日目福岡、前回行った時は1日目福岡の専門学校行って、ビジュアルアーツってとこ行って、で2日目あの博多テラスってとこで歌ったんやけど、そうあの1日目にちっちゃい子が来てくれて、見どうかな今あの Do it 踊ってください明日って言われたけど、一人じゃできんけんごめんねって言ってそう、今日はチーム B が入れたね、 Do it ね。あ、ありがとうバラ、メンバーとの話、でもなんかみんなライブ前だっけ、あんまそぎゃんがっつりは話すらんけど、まあ最近の感じどうなんとかいう話とか、うん、あとライブのなんかちょっとこうしたらいいんじゃとかは話したけどね。うん、誰もティケットるんだ最近、確かに。How you doing? I'll take to a wonderful place from now on. なんかね、学園祭は、なんか俺もともとほら福岡のねスクールオブミュージック専門学校っていうところ出身だけ、まあビジュアルアーツはまあ福岡で言ったらどっちかみたいな感じが結構多かったと思うんだけど、そうだけどなんか久々になんか学生さんの感じ雰囲気、 PA さんとかも。そうすごいなんかフレッシュな、だけどみんなと俺は10歳差なんやとか思いながら、やべえと思ったけど、なんか先生がおらしたって、なんかみんなを統率してる先生がおらして、男の先生やったけど俺の1個下で、マジビビった。しかも俺と中学横だったっけんね。あ、そう、映画、今回俺が出る映画の主題歌におにぎりが、使っていただけるということで。ふざけちゃうと。そう、先生が年取った。ありがとう。映画ね、所沢のみだけどね。見に行く。おお、嬉しい。ねえ、たくまくんじゃない、たくやくん、たくまやると、猫ちゃんありがとう。キャナル待ってます。キャナルがおそらく Believe It Leap 初披露じゃには多分、あとちょっとあれしたかったっすよね、本当は撮影可能、そう忘れてた俺、前のライブ。いやちょっとねしたいんですよ、歌配信とかも。いやただちょっとマジ10月がやばい、10月がちょっと締め切りがやばい初めての方いらっしゃるかな、熊本の彼氏はですね、普段シンガーソングライターと今活動は基本ソロシンガーをやっているんですが、シンガーソングライターをね、でとダンス&ボーカルグループのブラックアリスというグループに所属をしているんですが、それで俺作詞作曲やりよるっすね、曲も作っとって、それで自分の曲とかは基本全部作っとって、でも今回龍之介くんがね、天才ギタリストがいらっしゃるんですが、関西出身の山岸龍之介くんという方に曲をね、イリュージョン一緒に共作で作ったんやけど、そう、それまでは結構基本的に全部トラックから作ったりとかもしよって、そうでピーポーピーポー呼ばれとるバイタクヤくん
でそれで、あのめちゃくちゃね、ちょっと期限が、あの曲を作るとですね、あの大人の都合というものがありまして、いつまでにこの曲をくださいというのがですねあるんですよ。はい、それがですね、あの思ったより直近でやばかったっすね。そうだけね、ありがたいことにこのなんとか不幸中の幸いというか、もっとライブはしたかったけど、そう10月が結構平日が制作でめちゃくちゃ撮られるけん、そうちょっとね結構がっつり曲を作っていかなみたいな。おっ、ビーネスマジ多忙。てかこのスパンでの曲作りはワンチャン一番エグいかもしれん、俺史上。また1ヶ月先では言えると思うけど、ペン、なんか手伝い、え、普通に応援しとって、それだけでよかありがとう、それだけでよかです。リリーブ待っとってね、東京もね、初買い取るけんね、今ね。11月はね、マジでできる、マジでできると思う。うん、そうっつった。親指のとこ切れた、あ、切れた、なんか皮むけた、普通に。うん、皮がむけただけ。初見だと思いますかっていう、なんかその新しいやつやめて東京以外はもう場所によっては結構やりよるけん、名古屋、大阪、熊本、次が熊本か、また九州行けんのやべえやね。最近花粉、え、なんかね、俺フランスが花粉やばかったってさ、そのこっちでは俺あんまにあけど、ありがとう。で、あらかまありがとう。フランス花粉とか取ってたよね、多分、多分ばい。店長、あいよ、イケボください。トギャン、どうですか、イケボって、あの九州、普通に嬉しいわ。え、てかもう普通に全国でコギャンってからライブできるのめっちゃ嬉しいけんね。踊りたかった。しょうゆさんどうも。ごきげんよう。イエーイ。今回の衣装かっこいいの、ツイッターの載っけてるんで、ぜひご覧ください。ツイッター、インスタ、ぜひフォローしてください。皆様、よろしく頼みます。ジアスナイパー雇ってやつね。そう、今回の衣装ネクタイあるっつって、ネクタイかっこいい、ありがとう。イエイ。ビリジンっぽい、あん、スパンコーラってね、どこ来るかその感じ。フォーミュラ、まあね、歌ね、ビアの曲も歌ってたね。アロハ覚えてるよ、来たもんね、福岡もね、ありがとうね。
シャワージェル買ったね。フランスで今回、いや、あのシャワージェルってね、もともとついてきとったやつだったっす。そう。こっち見てて見とれたよ、ずっと。なんね。明日テスト、何のテスト、何の教科部やると。今帰ってきたおかわり。シェンマスカット食った。マジうまかった。実家で食ったっす。国語と英語、英語は俺いける。国語ちょっと足り、イリュージョンどこで聞いてほしい。え、なんか車とか、マジ結構なんかバリチルいってね、めっちゃいいよ。ブロマイド、あ、何種類かあるね。なんかめちゃめちゃ漏れとった。俺もなんかブロマイドサインで特典会の時初めて見たっつって、なんかかっこよかった。誕生日おめでとう。うん、酸っぱい。ライブは握手とサイン会みたいな感じ。宮崎関東、熊本、九州はね、熊本と福岡だけ。握手できるよ。握手はマジで結構一瞬ペヤーンって感じだっけ。才能がちょっとゆっくり話せるね。ね。サイン書くの大変なわけないやん。大変なわけないやん。なんかそのライブもそうやし、みんなと話すのとか、なんか全く大変とか1ミリもないばい。なんなら俺ばっか喋って大丈夫かなって感じ。あ、男の子、あーあー、わかる。ちょっとドゥイッと言った子でしょ、男の子ね、今の子。わかる。初めてリリビア待ってる待ってる。だいぶ来るけどね。ゾ、ね、ソロ参戦いいよ。そう、握手会の時とか、あのめっちゃね、俺 ここにね、ここに最近つけるようにしてると、匂いちゃんと残る。まあどっちに、で全然逆になんか特典会の時さ、握手会は別として、最近の時俺だけ座っとるやんね。だけなんか俺と話せるのって絶対、まあ、言うても一瞬やんかね。大概1分もないぞ多分サインの時ね。逆にだけあれ、なんかみんな立ってまた何体、ごめんねって感じするわ。一応だっておかげでありがとう、ハートありがとうね。サイン、え、どうやろう。え、体感どうやった？え、来た子どうやった？俺もなんか前回のさ、あの時とかやるやったけど、
写真の時とサインの時どっちの方があれ間違えますよ。やっぱそう、写真を撮って止まるっていうのがないけん、あの話的には意外と話せはするかもしれん。うん。あと俺がね、あの話しちゃってわかる。本当はだけど、ね、特典会時間とかがあるけん、こんぐらいの時間でって言われとったっす。でもなんかミスった。俺がなんか書くより話すのちょっと優先しちゃったけん。そうやね。だからライブ後は全然お話できるよ。あ、リリーブバキバキ押した。12分押した。うん、前回。鼻かまないと。ごめんね、もう毎回ライブ押しちゃって。またやっちまった。握手が早いね、確かにね。ありがとう。熊本福岡待ってる。遊びおいで。ビリビリやるよ、ビリビリ。髪伸びんの早いね。俺もマジ思う。12分で押してあの優秀っていうのやめて。あのみんなマジで絶対甘やかしばやそれね。いやこれソファーがね届いとらんっつって。だけもうなんかもう違う、なんかいろいろちょっとなんかねミスって、ミスとったとソファー。簡単に言うと本当はもうだ7月末とか違う8月中にも届いとる予定だったっすね。でもちょっとあのキャンセルになりまして、いろいろあり、そうなんか別になんかバキバキにトラブったわけじゃないけど、そうなんかだけん別のやつ買う。でも見つけて、なんか俺最近ラグ変えたっつったよ。ラグ変えて、でこいつをこのカーテンをあれブラインドカーテンにしようと思ってたね。そうだけんあのちょっとええソファー買おうかなと思って、色も変えて。最近スマブラ、いやあんま知らん。明日結婚記念日おめでとう。素敵。ソファね、ちょっとね色で言ったらあれ何色ってなるんかな。俺が欲しいのはオレンジっぽい感じかな。うん、東京行く待ってる。掃除、え掃除全然いいよするのは。そう暖色欲しかったっすよね。一番暖色を部屋の真ん中にポンと置きたかったっすよ俺。東京12月24日なのずるい。遊びで来れたら福岡、あ、福岡じゃない東京。そう今回の俺今回12月の20日に CD 出すっすよね。リリースするとメジャーセカンドバ。あ、ニキビできてないこれ。また口元もタコできるね。わかった、野菜食っとらんけんな。ビタミンとかあれしようね。さっき口元タコできんだって俺ね。イケメンとビタミンが並んどったけどちょっとよくわからなかった今。野菜食ったんすね。そう新曲これさある。うん、あるある。
でも人参食ったけん、俺フランスでも人参食ったけん偉くない？初見さんどう思う？で、あの初めての方も TikTok だと熊本の彼氏ですけど、インスタとか Twitter はあの熊本の彼氏じゃないんではい、あのシンガーソングライターとブラックアリスというグループやってますので、今日からぜひ来てください。よかですか？いいですか？フォローしたね。あの TikTok もフォローしたね。日曜東京いつ50この人、ありがとう。歌ってるのは知っとるやろ。新曲はもうこっから振りができますので。いや違うよ、本当はあの初日披露じゃなかったやん、イリュージョン。15待ってる。いつ福岡、次福岡、月曜祝日、昼キャナルやって、夜がライブハウス、陽介さんと一緒に行きます。岸陽介さんというシンガーソングライターのお兄ちゃんと行きます。9日です。だご忙しかよ今。幸せよめっちゃ。フランス料理食ったよ、なんかオフランスのオフレンチ食った。そう、なんかあれどこ病院、なんかオルゴールバージョンのおにぎりかかってた、なんかあの DM 食っとったよね俺ね。オルゴールバージョンあるん？マジで。あ、マジでダーツのブルみたいだった。もうなんかあのね、あのね、フレンチはやっぱりね、あの合わん。ありがとう。あのね、一回一回がやっぱね、あのやっぱ少ないっつったよちょっと。いや美味しいよ、美味しいし、なんかめっちゃ映えとるけん、あの今度出す Vlog でもあのそれ見せるんやけど、そう俺はもうあの牛丼ば出してくれと思った。牛丼でよかげん、牛丼ばなんかもう書き込みたかったっすね。そうちょっとね、お上品だけん大人にはちょっと慣れました、また。はい。マジで。もうラーメンか、牛丼ば出してくれって思って。そうね。さすがやった。特典会実演？いいよ。まず、特典会ライブ。今リリースイベントっていうのをやっておりまして、ライブが終わった後にあのみんなと話す機会があるのよ。でそれがあの CD をあの今予約購入特典みたいなのがあってから、それであの1枚買うと握手できます。でフォローありがとう。で2枚、3枚買うと CD がね、今回タイプが3つあって、でその3つ買うと1枚サイン会がに参加できるっつって。そうでも握手はもう普通にこう来て、あーありがとうねぐらいです。本当にそうぐらいです。そうでサインどうやろうな、来ますって1枚やったら普通にこう俺日付とサイン入れて名前は入れれんって言って、これでどんくらいかな時間、初めてのこうやってとかやったら初めましてとか言われるやんかね、初めましてって言って、どっか来た東京、もうそうっすよこっちって言って、楽しかった今日、楽しかった、何の曲好き、何なんみたいな、こんぐらい多分1枚やったら
これ3枚だったらこれが3倍になる感覚かな。あんじゃんみたいな感じかな。じゃにょ次フランス行くってにゃよ。同じこんぐらいだと思う。全然リアル、リアルだろう。うん、そんぐらいじゃない。握手とサイン多分別だね。うん、最初が握手で2回目があのサイン会に移りますみたいな感じ。絶対困ってる。ごきげんよう。体感もうちょっと長かったって。だってあだけ4枚買ったら両方でね。そう握手とサイン会みたいな感じ。ちょっと高いって。いつもありがとうねみんな。今日誕生日おめでとう。いやあの初めての時はね緊張すると思うよ。うん、やっぱみんなその感じ伝わるけん、あとだけ話あのねこう考えてきとったのに飛ぶとかね。そうしかも待てば待つほど緊張すると時間的にね。毎回飛ぶっすで、今回のあれとなんかちょっとあれだよね。洋介さんと行くライブはちょっとだけレギュレーションちょっと違うかな。ちょっとなんか聞いたっすよね。普通に話せるけどみたいな。違う、どそうっすよね。展開は普通にあるけん。うん。こいつ様っていいよね。わかる。ありがとう。福岡の彼女ですよ。熊本の彼氏です的なね。パスタ、え、俺パスタね、今一番好きなのあるって言ったら、あら、今日俺指は逆やった。パスタね、俺一番好きなのあるって言ったら、なんか、あ、待って。親指入れたけん、ちょっと、取りなった。俺の熊本の親友がおって、そいつから教えてもらったところの、ペペ玉あるって言ったら、なんか、ペペ玉ってす。マジうまい。そう。俺のその友達と前熊本行った時に俺の友達と光と行って3人で、そうマジでうまかった、マジでうまかった。俺ちょ場所言えんのやけど、そうちょっと本当に本当にちょっとおすすめしたいんやけど、したいんやけど俺が熊本行った時 100% 行くけん100% 行くけん。そう熊本県民ばいありがとう。行くけんね、7日行くよ。そう、幼なじみなんかマジで正月とかも家行くような仲。花カメラやと、マジでうめえやつだね、それ千葉県民です、ありがとう。そう、ペペタマ。あれと地球人です、なんな地球人以外おってん、逆にダゴコやって。いや、チェーン店じゃにあったね、そこ。なんだっけ、これ地球儀じゃなくて、なんだっけ、気球ありがとうね、ありがとう。昨日髪切った、あ、髪切るって言ったもんね。覚えとるわ、俺、前と得点外だね。ほ
東北の方、あらも東北の彼女やら 山梨県民もだ、普通にね、普通にどこどこの彼女がいっぱいおらせたい、ちょっとね、ちょっと大丈夫かな京都のおかんとありがとうママ全国に彼女やばいって、やばいやんか、あなたの彼女やべや日本の彼女ね、いっぱいやん、ちょっと一夫多妻やん、本当にいいと、いいとそれで神戸の愛人いいね、みんなあの考えてくるね、いっぱいね、札幌の女また響きがちょっとあんたちょっとあんた埼玉の母です占いの人みたいになっとったよ隣人うちの子マジそうなん、隣人もしかして現地妻やめてやばいって、大阪の芸人です、それは自己紹介すぎるよ普通に、京都のあれです、何なんかその豚山みたいに言うのやめて、くまモンの女、あら俺の女じゃないっつってめっちゃおるやん、ちょっと東京の学生です、そら頑張り面白いけん、上の階の人ですね、ねえ、なんかさ俺が寝れんかった時なんかすごいどんどんうるさかった日あったんやけど、一日なんでなそれだけだご気になった、しかも俺あの福岡次の日行かなんのに時差ボケで寝れんくて、そんな大きい音じゃないんやけどめっちゃ気になっちゃって寝れんかったっす、あらスイカちゃんありがとう、東京の他人です辛辣だね、大体それはごめんねって、あのなんか本当に上住んどる感出して言ってくのやめてもらっていい杉本の拓也は何なん、それはそれは何なん、店長、あいよあいよ、わーい、大阪の親戚、大阪に親戚おらんな、大阪に親戚、あー、おるわ、一応おるわ、一応おった、そうだ、イケメンありがとう、私のプリン食べたで、もうなんかもうもうや、店長志望です、やめて、俺の立ち位置取ろうとするのやめてもらっていい、ごめんと新潟の管理人って何、これ家やったっけ、ジャズ聞かんな、うん、ありがとう、カニ座の女一緒やね、カニ座だけね俺とね、垢抜ける方法、垢抜ける方法、え、なんかね、でもね、あの変な話、やっぱ見られるの、見られるという職業って垢抜けるんよ、なんか、うん、俺ももちろんアパレルしよった時があったんやけど、なんかアパレルの時ってここまでじゃなかったと、やっぱなんかね、俺もともと芸能やっとって1年間普通に一般職でアパレルやりよって、まあもちろん見られるだけでもお洋服屋さんの人とかでもさ、やっぱさ垢抜けとる人多いたいね、それもめっちゃ大事っすね、でもやっぱより大勢の人に今見られる仕事やんか、
ね、それはもうもちろん TikTok もそうだしライブもそうやんね。じゃあ TikTok やったら何十万人のフォロワーがおって、でこれも今ね、なぜ、うん、1200人が、1200人が見とるってやばいよね、普通にね、びっくりした、やば急に急にね、そろそろ慣れろってね。そうだしね、ライブもね、もう1000人キャパのところでやったりとかしてる限定で、まあ SNS 投稿、これがでかいかもしれん。ライブもそうやけども、それが常にやん、毎日やんか。だけどなんかあの、じゃあね、あの女の子もそうやし、男の子ね、今見とるかな、男の子たちもね。だけどなんかほら、お洋服どこで買ってるんですかとかめっちゃ言われるんやけど、そうだけどなんかまあね、人によっては結構煙たがってくる人おるかもしれんけど、ちょっとインスタとかね、わからんけど SNS、まあ、Twitter でも TikTok でもいいけど、なんかこう別に承認欲求とかじゃなくて、まあそういうなんかこう人にこう見せる用のやつを作って発信するっていうのは、まあ本当に垢抜けたいと思うんだったらやってもいいかもしれんね。うん、それだけでやっぱこう見られてるっていうね、感覚でだいぶ変わるけん。そうよ、でも女の子はね、やだ、分からん、男の子もこれからねまた増えてってくれるかもしれんし、女の子はねやっぱね、なんやろうな、やっぱこうずっと来てくれよう子とかさ、まあ最近知ってからあのたくさん来るようになったとかね、こう押してもう1年経ちましたとかで、こうずっとね応援してくれよう子とかおるやんか、やっぱねみんなね綺麗になってくなって思うもん。ああ言ったらこれね、お叱りとくけど、まずそうつったなんかやっぱりすごいよ、なんかそれはねめっちゃ思うけん、俺もありがとう、ガチで思う、これガチで思うよ、俺割と。めっちゃ重認知、もちろんね、あのあれよね、前よりはもしかしたらね、拓也くんが昔結構すぐ覚えてくれるみたいな言っとったのに、最近なんかすぐ覚えてくれないって思うかもしれんけど、あのね、DM とかいつも送ってますとか、こういうアイコンやっとってみたいな結構言ってくれることがおるっすね。一発でこう覚えるのはなかなか難しいかもしれんけど、あれとやっぱね SNS から応援してくれとって、でライブ来てくれてみたいな、まあみんなそうやんか。そうでもマジで全然できるよ、俺もちょっとね時間かかるかもしれませんが、顔タイプありがとう。アニリュックは可愛かった、安定で。一応デュエマ、みんな送ってね、デュエマのやつ。変わってる、俺が？何が？ライブ行くと、ヌマルをまたあの九州で体感してくださった皆さんいらっしゃったんじゃないですか。前回福岡行く前にやったやんかね、でそれでライブ来てなんかまたその感じをね。そうよ、でまあ普段がねやっぱ俺東京活動がめっちゃ多かったけん、もちろん全国各地そうなんやけど、今ね東京やっとらんけん、めっちゃ東京のねライブ恋しい。そうもちろん全部行きたいけんさ、あれなんやけどね、今寂しいど絶対ね、ありがとう。なんか結構俺のさインスタライブとかもそうやけど、結構なんか四方フォーカス しがちやんかね、もう俺も薄々感じとったけどね、やっぱこうなってくるとね、またね
で、マット同じされとじゃあわざわざね、地方に来てくれる子も本当嬉しいし、待っててくれる子も嬉しいしね。え、東京だってずっとおるのにね、会えんけんね。待っててね。クリスマスツリー買いちゃってたよね。そう、なんかちょっとおしゃれなクリスマスツリーあったら教えてください。あとね、ハロウィンさ、翔太とやるやんか、ハロウィン、ね、俺多分過去一結構カッコつけるかもしれん。はい、過去一カッコつけるかもしれません今回。カズオ、うん、トトロするか。白ひげするわけなかろうがい。こげんやってグラララライ言って、俺がバカな息子をそれでも愛そうって、バカ誰かい。顔なしせんよ、せんよ、白塗りさせんと。俺はせんからね。せんことにしたから。店長はもう、あれはなんな、店長は俺のコスプレな、あれ。そうか、でもそうだわ。一番普段から俺コスプレやってるやんね、学生服着たり。おにぎりしろって、やめやって。キティーシー、やめて、キティーシーって。分からん人分からんけん。1時間経った。見てや、分かりますか。お、もしかしたらもうすぐ15万人いきそうだけ、インスタライブしよう。2、30分するね、終わったら。フォローしてない方はぜひフォローしてください、インスタ。いいですか。はい、今日、今から2、30分する。その後、曲やらなきゃあれないけど、やります。なので、インスタ見てくれたら、ツアー、全国ツアー、ここから、12月24日ファイナルまでのツアーの情報もハイライトに載っけてるんで、ぜひご覧ください、日にちとか。はい、なんで まだ TikTok フォローしてない方もフォローしてほしいし、 Twitter、インスタフォローしてらんよって方、ぜひフォローよろしく頼みます。はいよ、インスタライブ 2,3 分くらいやります。はいはい、なのでインスタぜひプロフィール欄から俺のやつをフォローできるんで、そのままいらっしゃってください。ならに、バイバイ。何これ、サブスク、なんだこれ。サブスク登録者限定ライブなんてあるんだ。ねえ、知ってた？次の回でやります、サブスク登録者のみのやつね。はい、次でやりますので、お待たせください。はい、ならインスタライブします。